野菜を剥く配信をしたいと思います。野菜剥くのに付き合ってもらう時間になります。よろしくお願いします。野菜剥くだけです。お願いします。なぜかというとですね、カレー作るんですけど、大西が野菜の中で一番皮を剥くのが苦手なジャガイモがあるんです。もう乗り気になんなくて、だからしゃべりしながらじゃがいもを見ていきたいなっていう、量が怖っ。探したの。あのさ、なんかもうすでに剥かれてるやつみたいなのあるじゃん。玉ねぎはそれがあって、でも玉ねぎなんかさ一瞬で剥けるやん。じゃがいものそれないかなと思って探したんだけど、それはなくて、だから残念ながら自分で剥くんです。3つぐらい剥けばいいかな。何人前作るの？あんまり私料理で何人前って考えたことないんだよまあでもカレーだから吊るしてある鍋に半分ぐらい、25ぐらいまで持たせたい気持ちはある。カレーで無理ですかね。見ていきます。ほんとこのさ、じゃがいもっていうのはさ、なんでこんなにもさ、なんていうの、形がちょっといびつなんだろうかね。うん、ちょっと抜きにくいね。これピーラーをさ使ったとしても、じゃがいも剥くのが嫌でさあんま作んないのカレーって私そうなんだよね。じゃがいもがレシピにあるからって避ける料理もしめっちゃ多い。こんなにも美味しいのに
真剣に。料理配信。料理配信でもない。皮むき配信。明日がさ、思った以上に朝が早くてね。そうなの。だから今日は早めに寝ようと。風呂ももう済ませちゃった。明日早いよ本当に。メイクとか入れたらマジで5時半とかに起きなきゃいけないの。ねえ、みんなもう眠いんじゃない？明日ね、あの握手会なんですけど。みんないいの？明日9時から始まるけど、みんないいの？みんな抗議してみたら、運営さん、ちょっと早すぎはしませんか？僕たち、私たち、ちょっと眠いんですけど、抗議してみたらどう？違う？ちょっと早くないですか？からにしませんか？そんな早かったっけ？あのコロナ前のさ、握手会とかって。早かったっけ？なんかもうちょ9時からとかだったっけ？そんな早かったっけ？あ、9時からやったっけ？あ、ほんと早くない？人間というのはさ、朝型夜型っていうのがあってだね。あれなんだって、もう夜型で生まれた人は一生朝型の人間になれないんだってなんか言ってた。もうあるんだって生まれ持って、自分は朝型の人間なのか夜型の人間なのか。朝型の人間になりたかったな、西町で朝活とかしたいの。あ、このじゃがいもむきやすいな。ジャガイモむきやすかった。もうでも大体楽しいことってよりね起きるくないって、まあ、アドレナリンが出てくるのはまあ夜だもんね。まあどっちもいいよね。夜も楽しいけど、でも朝活を楽しめる人間になりたかった。意外ともう終わったわ、3つだったから早っ。じゃあ人参もいっちゃおう。人参もいこうね。朝は全力で無理です。大西も朝は本当に無理なんだよね。買った。前買ったよな君。
爽快。皮に栄養あります。人参でもさ、なんか大体皮に栄養あるって言うよね。まあ人参とかやったら全然皮とか気になんなそう。へい、あ、あとでね。ならじゃがいも持って、皮むかない。だってマジ？じゃがいも？マジ？まあでもお店とかでさ出てくるさ、なんていうの？あれ なんていうのじゃがいもホクホクのやつ、じゃがバターか。とかはさ、じゃがいもの皮ついてることの方がなんか重いような気はしているんだな。ね、確かにな。びっくりした。あ、ちょっと待って、びっくりした。待って、ちょっと待って、わかんない、怖い、待って。ねえ、ねえ、私今すごく手が震えてるんだけれども。何間違えただけ？ねえ、怖い、怖いんだけど、ねえ、怖いんだけど。ねえ、一旦さ、ちょっと待って、私あのリビングに。ねえ、何、ねえ、なんで、めっちゃ手震えてんだけど。怖かった。何？わかんない。なんかドアがねガタンってなったんだけど、間違えたのかな。今ね、あの玄関のドアがガタンってなったので、もう鍵閉めてたからさ、あれやってんけど、であのさ覗き穴みたいなやつをさ覗いたんだけどさ、誰もいなくて。え、何？間違えただけか。そうだよね。ね、怖かった、めっちゃ。あ、めっちゃ怖かった。めっちゃ怖かった。鍵閉めてあるんでしょ？うん、鍵閉めてる。
間違えて開けようとしただけだよって。本当？いや、わかんない。お店はその今までさあ、そういう経験がなかったからびっくりしちゃったじゃん。自分も間違えたことあるから。そうだよね。虫もなんなら一回、自分の一回上だったか下だったか忘れたけど、鍵開けようとしてガシャガシャしたこともあるしそういうことだよね。あーびっくりした。あー怖かった。あー怖かった。あー怖かった今配信しててよかった。はあ、怖かった。一番びっくりって、いやごめん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 、急に切られるんや。いやなんか瞬間的に切っちゃった。うん、終わろうかなちょっと。うん、ごめん。なんか、ごめん。なんか。うん。あれ作るのもやめようかな、今日も。うん、ぐさい。うまいもん切ったけど、もういい。もう、ガレーいいかも。ガレー、ご飯。ご飯食べる気分じゃなくなっちゃったわ。よし。よしよしよし。終わろう。ああ、ああ、なんか、久しぶりにさあ手が震えたんだけど、キャーびっくりした。ありがとうね。一応終わるわ終わっとくわ。ありがとう。はあ、怖かった。よし、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。はあ、いきます1位ケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がリエボさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がヨちゃんのユーモモチー大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がタック387さん、ありがとうございます。イエイ。そして、5位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が、黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がさとちゃっとまくおにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がきゅういさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコバットまくおにしゅうさん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位がなつきちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がおつぶちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が大西かきやっとマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。そういえばさっきさ、すっごいテンパってて外カメになってたけど、シンクの中とか映ってないよね。もう皮だらけやってんけど大丈夫そう？あの皮だらけのシンクが映ってたなら私すごく恥ずかしいんだけれども、あと閉まってない食器映ってた？大丈夫そう？
あ、本当？あ、ギリギリ？あ、オッケーな、まあ大丈夫か。よしよし。あ、今見たけど何の話？ママだ。じゃあタワー呼んでから一瞬ママに説明して終わるわ。じゃあタワー何位の方だろう。1位、2位、あ、1位と2位の方、ありがとう。じゃあ呼んでいきます。1位の刑事アットマーク、こんな時にすまんさん、刑事さん、刑事さん、刑事さん、タワーありがとうございます。ありがとう。優しいな、夫にありがとうね、ありがとうございます。イエイ。そして2位のリエボーさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう。イエイ、ありがとうございます。ありがとうね、みんなもありがとうございました。今さ、配信しながら野菜を、あの、皮剥いてたのね。ちょっと待って、思い出したらまた手触れてきた。あのでさ、あのドアがね、開いたっていうか、あ、開けられそう。じゃ、でも鍵かかってたからあれだったんだけど、ガタンってガタンってなったっていう。それでめっちゃビビってる。あ、びっくりした。ご飯が炊けた。そうだ、ご飯炊いたからご飯食べなきゃいけないんだ。だからカレー作んなきゃいけないわ。よしでした。ということで、じゃあ終わります。ありがとうね、本当に。じゃあ一旦配信終わります。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、思い色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。バイバイ。バイバイ、ありがとうね。バイバーイ。